こんにちは、神田です。今日は、レノファと対戦する徳島に、ね、ついてお伝えしようと思います。ここまで、えー、徳島は、一勝5分け、えー、0敗、勝ち点が8で、順位が7位です。まあ、順位がね、7位なのは、まあ、神田からすると、 ま、順位のね、位置は、えまずまずと言える部分でもあるのかなと。ですけど、こう、6試合で勝ち点が8というのは、こう、昇格を狙うチームとして、こう、ややね、物足りない感じがするので、ま、その辺がね、やっぱどうなのかなと。でも、こう、やっぱ負けていないっていうことは、やっぱね、徳島の強さ、えすごいところなのかなと、ええ、はね、思います。 J2 はこう年間の試合数が42なので、まあ、7試合を1クールと考えてるチームが多いと思うんですけども、まあ、そう考えると、高、えー、スタートを切ったのか、まあ、それともこう出遅れているのかというところで、かなりね、えー、難しいのかなと思うところが、まあ、正直あるんですけども、 で徳島はね、こう、4、1、2、3のスタイルで、フォワード、藤尾選手、もしくは、フォワード、馬ケンガ選手が、まあ、3トップの中央で起用されており、藤尾選手は1ゴール、馬ケンガ選手は3ゴールを上げています。で、この選手に、えー、ボールをね、まずは、 レノファはね、収めさせないように、しっかりね、えー、守備をね、してほしいなと思います。まあ、どちらのね、選手が出てくるかわかりませんが。で、徳島はね、こう全体で前向きのプレースで連動しながら守備をしてきて、レノファのワンアンカーに対して、徳島のね、小玉選手が、ま、おそらく出場してくると思います。 でその小玉選手がね、ずっとね、えー、見てきて、自由を許さず、ビルドアップを制限させて、レノファをね、こう、自陣に釘付けさせるようなことをしてくると思います。で徳島のね、攻撃の特徴はこう、シンプルにサイドから押し込んで、中央のね、スペースを使いたいというのが、えー、徳島の攻撃です。 で、おそらく、えー、白井選手が、まあ、レノファのウィングバックと、インサイドハーフの脇のところで、まあ、パスをね、受けて、えー、前進をしてきます。で、徳島の左のサイドバックが一列上がって、おそらく、まあ、安倍選手が出てくると思うんですけども、その安倍選手が一列ね、上げてきて、レノファのウィングバックをね、 食いつかせたいというのが狙いだと思います。で、西谷選手はスペースへのフリーランで相手ね、まあ、レノファ守備陣を引きつけながらパスコースをね、え、開けてきます。で、入ってくるクロスに対して徳島のね、フォワードの選手はレノファのセンターバックの背後から間へポジションをね、取ってきます。 で逆サイドの選手は大外で待ち構えていて、逆サイドのね、えー、サイドバックの選手は、インサイドの位置にポジションをね、変えて、セカンドボールの回収をね、狙ってくるっていうことを、えー、徳はね、やってきます。 で、レノファのね、こう守備陣が中を固めて守っているところを、まあ、徳島はね、外、中、外と、レノファの守備棒を揺さぶりながら、間髪入れずに、えー、クロスをね、上げてくると思います。 まあ最終的にね、クロスを供給する役割の選手であれば、まあ、利き足に持ち帰る必要がなく、まあ、スピードに乗った状態で、縦方向にね、一連のプレイを完結できればいいので、まあ、左、えー、サイドなら、左利きの選手が、ま最適になってくるので、まあ、そういった意味で、えー、安部選手が、 左サイドバックで起用されてることが、えー、多い理由だと思います。レノハは徳島のサイド攻撃の形を作らせないためにも、どれだけ徳島のサイドバック、インサイドハーフのサイドのね、上がりを抑えることができるか。 でも、そこにね、気を取られてしまうと、レノファのね、攻撃の特徴のサイド攻撃が、まあ、有効的に使えないので、そこをね、どう対応していくのか。レノファが、徳島をね、打開していく上で、おそらく、え、田中選手、佐藤選手が出場してくると思うんですよね。で、田中選手、佐藤選手の距離感が、できるだけね、近い距離感で、 まあ、レノファのディフェンスラインからの、えー、パスを、ビルドアップを受けに行く。で、そうすると、田中選手、佐藤選手のところで、徳島のね、インサイドハーフの選手が必ずね、この二人に食いついてくるんですよ。食いついてくるはず。神田の予想では。で、そうなると、沼田選手がね、えー、その、田中選手、佐藤選手の裏のポジションで、 余ってくる。フリーでね、ボールを受けれる状態の形を作ることができるんですよね。そうなると、ライン間の間で一致するね、レノファの選手は減ってしまうんですけども、ハイプレスをね、かけてくる徳島に対して、局面をね、ひっくり返すことが効果的にね、沼田選手がフリーになることでできると思うんですよね。 でそうなってくると、レノファの右ウィングが、えー、空いてくるので、少ない人数でもよりね、こう直線的にゴールへ向かおうというシンプルな狙いで、徳島をね、攻略してもいいんじゃないのかなと思います。空いた沼田選手を使ってもいいですし、えー、右のね、ウィングがフリーな状態でいると思いますので、思いっきりね、サイドを変えるボールを出して、 そこから一気にね、攻撃を仕掛けていってもいいと思います。で、あとはね、徳島は非保持、えー、特に、えー、ウィングとインサイドハーフの役割がしっかりとね、整理されてきているので、特にね、433の泣きどころであるアンカー脇、 ワンアンカー脇を使われるパターンはかなりね、警戒してきていますので、まあ、インサイドハーフが背中でパスコースを消す、インサイドハーフが一列上がれば、サイドの選手が、えー、中へね、絞る形が、まあ、趣味の決まり事ととして、えー、徹底されています。 なので、レノファはね、徳島のワンアンカーの脇の部分で、レノファのインサイドハーフの選手が、どれだけ前を向いてボールを受けれるか、そういうことができるかが、まあ、そこをレノファがね、この試合でついていけるかどうかで、まあ、徳島に勝利できるかがかかってくると思います。で、まあ、徳島でね、気になることもあります。 え、フォワードのね、選手にかかる負担が、ここまで大きくのしかかっているような気がして、左右のね、ウィングやインサイドの選手が、こうもっとね、シュートチャンスに絡まないといけないんじゃないのかなと、えー、見ていて思います。左右のウィングやインサイドのね、選手の中で、ゴールをね、決めているのは、まあ、左のウィングの、えー、西谷選手だけなんですよね。 ま、単純になんですけども、えー、徳島のサイド攻撃、クロスに対して、レノファがね、きっちり対応していけば、まあ、失点はね、することがないんじゃないのかなと。 サッカー素人がね、単純な考えを言ってるだけなので、まあ、これをね、見た視聴者の方は、まあ、そんなのね、当たり前だと思う方もいると思うんですけども、まあ、シンプルに、まずはそこの守備をね、しっかりしながら、えー、先ほど説明したところを、まあ、どうね、対応していくのか、 どう徳島の攻撃を迎えて、まあ、レノハは全体をね、どう押し上げていくのか。まあ、そこがね、この試合の大きなね、ポイントになると思います。あとね、最後に、えー、もう一つ。レノハは、ビルドアップ、ボールをね、保持したいチームなので、徳島はね、それを見込んで、ボールをね、奪いに来ると思います。 で、攻撃の時のビルドアップがね、えー、やっぱ格駅停車のパスが多くならないようにしてもらいたいなと。まあ、各駅停車のパスが続くと、どうしてもね、やっぱ局面、局面で、 まあ、この力がある徳島にひっくり返されるようなシーンが多くなると思いますので、まあ、そうなると、まあ、徳島からしてみると、守りやすい、はめやすいっていう状況になってしまうので、そこはね、やっぱり変化をつけて、えー、ビルドアップ、パス回しをね、していってもらいたいなと思います。で、水曜日の夜の開催なので、ナイトゲームになりますが、神田の方はね、えー、レノファの応援をね、 現地でしっかりね、したいなと思いますので、ぜひともね、えー、この試合、ホームでね、勝ち点3を取ってもらいたいなと思います。本日もね、長い動画になりましたが、最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。それでは、また。